はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、S 君からお知らせがあります。はい。拍手でもない。率直に言います。はい。私、もう一回入院してまいります。もう一回。思いっきりよ、噛んでたから。春日みたいだったね。入院して。もうね、言わない2回目もこれ。いや、私が説明しよう。S 君が下手だから私が説明しよう。S 君、前回もですね、ちょっと前、1年ぐらい前に、眼瞼下垂って生まれつきの病気で、目の手術をしてたんですけども、はいはい、今回やっぱり眼瞼下垂の手術をね、再びするということで、うん、一時期また動画お休みしますので、しばらくは私と斉藤2人の動画になりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、S 君も傷がね、前回の手術よりも早く治るということなので、うんうん、傷が治り次第動画に出てもらおうと思っておりますので、うんうん、まあ、すぐ戻ってくるとは思うんですけども、別に消えたわけじゃないし、首になったわけでもないのでご安心ください。ね、あと似たようなことで悩んでる人がいたらね、ちょっと経過とか感想が言えるので、そう、コメントに書いてもらえたら。一回、前は手術した時に、で、うん、良かったよ、すごく、うん。見えてたよ。やっぱ片目じゃなくて両目ですごい見えるようになって、うん、肩の疲れとか、うん、なんか見え方とかも少し変わって、あ、いいなっていう経過がしてたよ。でもなんかある時、こう半年ぐらいした時に、急に、なんかこう、疲れるわけではないんだけど、視界が、なんかたまにめちゃくちゃ、これなんて説明していいかわかんないけど、なんかぼやけるというか、なんかおかしい時があるよ。こう目つぶってプッて開いた時にまた良くなるんだけど、あれなんかおかしいなって時があって、でもそれを先生にこう僕が聞きに行ったら、なんかこう、手術した時よりも、下がってると、片目がやっぱり。はい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 、で、まあ、そういうこともやっぱあるんだって、ただやっぱ。その、もともと、やっぱこう、下がりやすい人とかは。で、それで、まあ、同じ手術を、すると結局同じことになるから、うん、今度は筋膜移植っていうやつをやることで、今度こう眉毛のこの上の部分だったかな、この移植することで力で上げるっていうやり方をする、はい。筋力を補強するみたいなことなのかな。そう、うん、いや、まあもう心配すぎるだろうの一言で太ももの筋肉を移植とか怖いけど、太もも筋肉いけないんだよね。一回そう、ちょっと取って、ここにこの眉毛の上のなんか10センチぐらい上のところなのかな、ここに移植して、その力でこう目を開けてあげることで、うん、まあその視界のまた見え方とかは変わるんじゃないかっていうことで、うん、今回またそれの手術をするということですね。うん、もうさ、S 君にさ、怖くないのって聞いたらさ、考えないようにしてるって言う。え、ね、そうだよね。怖いもん。もう目の手術は、本当に怖いっていうか、まあ、しょうがないってしょうがないんだけど、結局でもほら、うん、手術した時に、もう一回こう一回起きて、目のこう、開き具合とか確認するから、もう局所麻酔だからさ。寝てるわけじゃないのよ。そうそう、全身じゃないから。怖い怖い。寝たいよ。確認したくないよ。ね、先生がやってほしいよ、ね、確認は。もうほんとここに先生がいてこうやってるからさ。そう、で、もしね、同じことで悩んでる人いたら、S 君も耐えて頑張ったから、なんかこう、ね、そうね。なんか、繋がるといいよ。だとなんか言えるのは、まあ、眼瞼下垂じゃなくて、もしこう、下のまつげ。がこう入っちゃってる人が逆さまつげで悩んじゃってる人いたら、俺は絶対やった方がいいと思う。あ、そう。これは、俺逆さまつげで、その手術とは別に関係なしに、先生がこれやった方がいいって言ってやってもらったんだけど。去年ね。やっぱりこう、眩しいと、まつげがめっちゃ、めちゃくちゃ痛いよ。で、目開けれない全然。はいはいはい、はい。だけど、こう、やったことで、外出てめっちゃ太陽浴びてても、目がめっちゃ開くし、全然痛くない、やっぱ。まあ、そう、逆さまつげじゃ自分はないから、その目、まつげが目に刺さる感覚がさ、うん、よくわかんないけど、いるみたい、やっぱ結構。あ、そうなんだ。結構前回 S 君がその話をした時も、うん、同じように逆さまつげで手術するか悩んでますって人いたのよ。うん、そうなんだ。俺先生に、これはやった方がいいって言われて。うん、怖いね、でも痛いでしょって。一本入るだけで痛いじゃん。痛い。うん、そうそう。いや、めちゃめちゃ痛い、本当に。で、私もてっきり S 君すごいだから、ここ切るって言ってたから、すんごい目がこうしたピンってマッチになって帰ってくるのかと思ったら、見た目はあんまり変わらない。ほんと、見た目は逆に変わる心配ないから。そうそんな変わらんから。あ、そうなんだ、うん。でもね、気になってもし痛いかもって思う人は病院に一回聞いてみるのがいい。うん、絶対そうだと思う。そうそうそう、相談してみるといいかも、ね。本当にね、うん、これは本当にやってよかったから、俺。うん、なるほどね。うん、まあ、じゃあぜひよかったらね、同じような悩みの人は参考にしてみてください。S 君への応援よろしくお願いします。S 君への応援待っております。心配だからね、頑張ります。頑張ってもらって、編集は結局 S 君にやってもらわなきゃいけない。片目で頑張るからね。頑張ってもらうしかないよね。どこまでちょっと言っていいかわかんないけども。ちょっとやります。まあ、しばらく私と斉藤で、楽しくトークしながらやっていきたいと思います。まあ、ガヤぐらいでその辺に出てるかもしれない。あ、声だけでは参加したりとかね。はいはいはい。という感じですね。まあ、S 君の姿が消えてても失踪したってなって、安心してください。後ろにいますんでよろしくお願いします。では、また他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎人。アシスタントの斉藤と。はい、S 君でした。頑張ってね、S 君。はい、頑張ります。本当にね。you